垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六代目山口組の執行部についてお聞かせください。まずは三役高山清志若頭から。高山頭のことは今まで何回も言うてっとうから、改めて人物像とか言うべきこともないけど、私は何回も言うように本来古川組から波紋状が出てなかったら高山清志頭の杯飲んどるわな。その流れから言って竹内照明会長の杯も飲んだよ、わからんな。そうですね、本部長の森尾歌を大同会会長はいかがですか。森尾会長は元、一和会におって山県組行ったんやけど、起動人で苦労人はな、もともと実力あった人やから本部長までなったんやな。この人も年68やから、今の年代から言うたらあと4、5年は本部長でいけると思うわ。ほんでこの池田組の頭を大道会の若氏が恥じとったわな。ありましたね。そやから六代目山口組の出向部として勲章をあげとるわな、そういう面は立派やなと思う。射程頭の二代目伊豆組青山千尋組長についてはいかがですか。射程頭で九州でなかなかこの青山千尋組長いうのは人物らしい。伊豆賢治初代が気に入って、ほんで二代目に刺しとるわけよ。そやから人物的には射程頭にふさわしいかもわからんけど、山口組に対しての実績がないわな。そやから次のその出向部変わるときに相談役が顧問になって後進に道を譲ると思う。年から言っても75よ。そうですね、次若頭補佐ですが、五代目国粋会藤井英二会長どうですか。藤井英二会長76か、この人も次の世代になったら射程頭ぐらいになるん違うかなと私は思うな、それかもういきなり相談役か顧問になるかな、というのは名門よ国粋会いうのは。縄張りも要件持っとるし、それはどの役職についても収まる人やわな。竹内輝明三代目行動会会長、何回かお話されてますけど、竹内輝明会長は実績も何もかも申し分ないし、この言うたら一番の実績はまあみんなも知ったやるけど、山広組の頭しとった後藤英二をまあ拉致してそれで実績上げたわな。まあこれからの竹内輝明会長を言うたら、山口組のもちろん次期は頭でもあり、また八代目候補でもあるわな。そうですね。私が忘れられへんのは、名神会に私の友達ミキさんいうのがおったわけよ、射程でな、この人が行動会の幹部クラスと仲良うて電話で話を、その態度を見とったらしい。この相手が竹内さんやと言うた時に、電話の態度でも相手高山組の頭やのに、枝の若しやのに、当時の行動会の幹部連中は気をつけして話しとった言うな。それぐらい別格やったん違うかな。安藤美希二代目竹中組組長いかがですか。安藤組長は67で、私はこの7代目体制になったら射程頭は安藤美希組長やと思うよ、本命はな。竹内輝明会長が頭したら安藤美希組長が射程に上がって、で射程頭して言うのが一番すっきりいくと思うわ。本部長をさやから誰を持ってくるかよ。まあまあワンポイントで藤井英二、この五代目国粋会会長いうのもあるわな。でも森尾歌夫会長の方が
年が若いしな。ああ、そうですね。そこら二人微妙な線やな。まあ森尾歌を大同会会長が総本部長として射程になって、そのままこの岸本斎藤四代目の本部長から五代目になって総本部長になった、ああいう例があるからな、その線もあると思うわ。ああ、なるほど、うん。津田力四代目蔵元組組長はいかがですか。ああ、これ63か。蔵元組は頑張っとるな。そうですね、うん。私はこの津田力組長を言うのは、これからまだまだ伸びていくと思うわ。一発大きなこの山口君のために実績を作ればな。宇津波正樹11代目平井一家総裁はいかがですか。宇津波正樹総裁は64か。それは中京におって平井一家いた名門よ。そこの11代目追悼やから、人物的には私よう知らんけど、人当たりのいい人やろと思う。あきら通力、あきら連合会会長はいかがですか。太田工業の出やな。そうですね。五代目山口組で一世を吹いたわな。そこの中心人物でおったんやから、なかなかの人物やと思う。そりゃよう小回り聞いて前へ回っとうわな。太田盛政組長が神戸山口組に復帰した時に、小出り合いとはいえ、まあそのダンプ事務所に突っ込んだりそういうことしとったわな。その六代目山口組のためにたとえ元の親方であろうと喧嘩するいう、その心意気言うたら立派なもんよ。私らやっぱり元の親方相手に喧嘩できるかいで要せん。私にないとこやな。そうですね。生野康道四代目石一家総長はいかがですか。大分の別府かな。で、まあ石一家いた名門よ。初代石一郎、この人はいろんな面で名物組長やった。ああ、そうなんですか。長野康道、ここらまだ56と若い。ああ、そうですね、若いですね。若頭補佐七人衆の中で一番若いんちゃうかな。そうですね。岡山の池田組と小出り合いしとるわな。そこをうまいこと抑えるか抑えへんかで省の組長の将来かかってくると思うわ。六代目山口組幹部の中で会長はどなたが一番買われてますか。買う買わんより、私は三代目司工業の森健二組長、はい、ここの人間性いうのが好きやわな、この人は誰に聞いても男や言う。あ、そうなんですか。大学出てな、そら知性も教養もあるし、今時のヤクザ、まして西のヤクザで大学まで出たいうのは珍しいよ。そら芸能界でも東京に上がった時に顔聞いたん違うかな。さやけど、そういうその派手なのを高山清志頭は嫌うらしい。だからこの名門の三代目塚田工業の組長をしとってもちょっと冷や飯食わされるという感じかな。72、年齢的にも頭補佐に上がっとってもおかしないけどな。それより私はあの極水会の山下昇64とまだ若いし、今高山頭付きしとんかな。そうですね、ここが私は次期の頭補佐の一番手やろと思う。それと五代目山県組の中田博次組長、63いた若いわな。と言って、その裁判結果によるけど、おそらく頭補佐になると思う。それだけの山県言うたら名門よ。まああと幹部何人かおるけど、そこは割愛して。野内組長はいかがですか。野内正弘行動会頭は山口組の中で竹内輝明会長の次のホープやな。7代目に代替わりすれば直参に上がると思う。竹内輝明会長と野内正弘組長が高山清志7代目の料理になると思うわ。それがまた一番長続きするコツよ。5代目渡辺義則組長でも桑田兼義組長と中野太郎親分がおったから
安定していったんよ。で、匠事件とともに俺傾いたけどな。それまでは絶好調やったんよ。だから自分と一緒に苦労したその下のもんいうのは大事にせなか。やはり会長が一番買われているのは行動会の竹内輝明会長ですよね。そりゃ引きと組織が違うよ。それとやはり行動会の実績、今回の神戸との分裂構想においても野内正弘頭になってから動いとうけど、野内頭もこれ竹内輝明会長の若い人やからな。そこは話して言うことはできんわな。そやからみんなそういう錯覚が起こるわけよ。ほんで野内正弘頭の性格からすれば自分の親方飛び越えてそういうことはせんわな。そやから順序からいけば実績から組織から資金力から竹内輝明会長が一番よ。ヤクザ社会は代替わりをしたら世代交代していくんじゃないですか。昔はな、そりゃ竹中正久四代目親分なんか俺が四代目取ったらみんな若手に変えてまうようなこと言ったんやけど、うん、今の時代この若手のヤクザいうのが育ってないわな。そやから代替わりしても出向部いうのはそう嫌われんと思う、うん、でやはりこの60代から上が経験豊富で若しもついていきやすいわな。そこら辺考慮して私は若手に切り替えていく必要ないと思うよ。4代目5代目継いだ時はみんな若かった。それに比例してこの執行部も若手で固めていったらええけど、時代とともにヤクザ組織いうのは前進んでいかなあかんわな。そやから私は世代交代なんかしよったらえらい目に遭うと思う。またそれこそ山口君も割れてまう。いや、時代に応じた組織運営とか人事運をしていかなあかんわな。では本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。